まず0回戦1つは、見えてますか、ラティンを倒して勝ち上がりとなります。続いてくーちゃん、すいません5時半から開始したかったんだけど、俺もう1回戦目の試合やってたんで、ニコがリーチをかけている状況ですね。終わりましたらゆきちゃんと柴山さん、先ほどからいらっしゃらないようなので、今無理やり、無理やり飛び込みで、2名の方が来たので、こちらガロさんとゆきちゃんの対戦相手が入るような形になります。ご了承ください。はい、お疲れ様です。本日はですね、ランキングバトル兼称号大会ということでね、はい、あ、称号大会もこの目なんですか。なんすか今日、今日の称号は、今日の称号は何ですか。鉄の絆、鉄の絆なんだけど、はい、金で一文字、失うで一文字。あ、はい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 、鉄と絆が大きな感じに分かれてるというのはしょうもない称号です、はい今ちょっと放送遅れてしまったのも、僕1回戦をやってまして、はい、ラティンを3択で殺してね。あ、終わったの。終わった。ラティンでも今回本気って言ってたけど大丈夫。すげえ損ボールしてた申し訳なかった。いやいや、そうだよ、ランバート結構シュラじゃない、みんなシュラユキちゃんとガロさんいらっしゃいますか。あ、いた。音声は良好ですが、ユキちゃんがパーカーのままです。意味わかんねえ。じゃあこれがユキちゃんの相手、音符さん。これは今ね、0回戦目効果中ですね。はい、もうね、音符の大会の弱さ異常な。ほんとお前鉄拳これは何、彼はこれメインキャラ。あ、そうなんだ。ジェシー・リリなんだ。いいんでしょ、どっち、アンナなの、なんだよ。ファイト。トラちゃんは今なんかね、鳥取帰ってるらしいよ。あ、そう、そうそうそう。あ、そうだね、まあ帰ってたね。段位下がってそのまま上がらないんだけど、はい、今の段位、よく行き来する段位の、例えば冒険と修羅を行ったり来たりしてたら、この平均取って、大体まあ、鉄拳ぐらいが適正なんじゃないかな。そうですね。考え方をしてますね。あ、まあ拳に行けないんですがって言ってもね、何が足りないかはそれぞれなんで、見てみないと分かんないから、そういう人はそうなの、講習受けに来てください。あの、ね、結構いるんだけど、そう、何々の何とかで段位が上がりません、どうしたらいいですかっていうのは、もうその人に原因があるからね、分かんないんですよ。ちょっとね、やってみなきゃ。松坂がすごい速いのにとか、基礎はできてんのにとか言う人は全然それぞれ弱い。あ、さ、いい例は藤直じゃない、コマテクあってすごい強そうに見えるのに段位が上がらないみたいな。そう、番長は、今日はなんか別の仕事でちょっと来れないみたいですね、はい、昨日の番長のツイート見た。今帰宅、眠いからの5分後にニコ生始めたよ。はい、特別な扱いを行いますランキングバトル、ポイントつけまして、なかなか団員戦にならないんですけど、何か条件、団員戦っていうのは降格昇格が起きないということですか。こちら行います。それはまあポイント増減があるし、のために行けるということで、まあ、近い団員の人にいっぱい勝つと勝ってできます。先月2月は西君が勝ち上がり、大阪の方へ組み手に行くということが、ね、決まっております。俺行き詰まった団員ね、豪傑で豪傑、覚えてる、覚えてるぞ、ニックっていうね、あの外国人のね、ジャックの、そうそうそう、俺はもうあそこで5、6回風神の昇格逃して上がれなかったことありますよ。なんか知んなきゃ、団員の境目ってやっぱね、壁あるんだよ。まあ、牽制から風神とかね。そうそうそう、おかしいんだよ、そんなのが。あるんだよ、でも。その時にポイント数をね、多くしてるからね。まあそうだね。ドラの壁コン、DA 多く刻むと、まあ、歩け歩けら辺は入るんだ。あ、ディスコ3段が入る。なんかでもね、このゲームって結局ね、あの熱い気持ちを我慢したやつ勝ちだと思うよ。あ、
あの行きたい行きたいみたいな気持ちを我慢したらさ、結構生まれない何が。そうそうそうだと思います。もう一つ今もたまに秋葉原とかやってるみたいです。新宿とか。てるでしょうか、ね、あ、やってるんだ。DR 時代、牽制から風神に上がるまで1年かかったんですけど、まあそういう人もいる。いるよね。まあでも8ポイントか7ポイントぐらい必要だったから、ね。必要。ねえ見て。ほら、もうね、ほんと鉄拳はやめてもらいたい、本当には。鉄拳神、じゃあ、2回戦でいきましょう。ほんと鉄拳神、これだよ。先ほども出ました、ニコさん、ニコさんいらっしゃいますか。ヒマジンさん、ヒマジンさん。上の段位に勝てんのに、同段負けちゃう。あー、難しいね。ニャホさん、いらっしゃいますか。それ、あの、ボルタンタイプだね。アドレナリンさん。なるほど。なんかでもさ、そういう人たちに言える特徴ってさ、上の人たちのプレーを見てきた人たちってそうなりがちじゃない？そうだね、確かにあの、なんだろう、高段のサブには勝てるけど、その段位で本当に宿泊してる同段には、そうそうそう、じゃあ始めちゃいましょう。特有の癖とか、暴れとかがあるから、宮下さんいない？そうなんだよ。こちらの暴れはやっぱり見せないです。さあ皆さんね、そう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 、進行にはなるべくご協力ください。画面の方、ヒマジンとニコで行ってます。ニコさん来ましたね。西君で、はい、西撃破なんて称号はね、そこでしか手に入んないからね、ほんともらっといた方がいいと思う、うん、ぶっちゃけ俺結構欲しいもん、西撃破は。俺も欲しい、西撃破。西君、ワンピーだったら終わりじゃね。うん、あ、終わりだね。あ、てか、大阪の人たちもみんなツーペアが、西君もう無理じゃん。ちなみに今のターンが終わりましたら、ユウさんと青森さんですね、ハルイチケさんとモメさん、4名のことは、これは前の方で終わってください。本当に自腹で行こうかなと思ったんだけど、はい、じゃあ、奥の空いてる台で2人とも始めちゃってください。まあね、その23終わった24日も、東西線のね、予選が巣鴨であるので、現在そちらの方もね、ぜひ見てください。青となっております。23見に行きます、待ってます。動画の続いて、サナラティンと、なんかさ、今コウスケからさ聞いたんだけど、ニコ生でコウスケのあの偽コウスケがいるって本当？ショちゃんがコウスケにメールしたらしくて、偽コウスケがなんか相当いろんなこと言ってるらしいよ。三島スキーって結構やばいって。ロビはね、オンプラね、結構弱いって言ってるよ。まあまあまあ、ぶっちゃけな話大々的には言えないんですけど、何が起きても負けない。はい、あれがトップだな、はい、って思ったんだよ。たださ、ほらね、なんかそのこないだ対戦した時にはちょっとラグがあったって言われたの。まあだから、まあじゃあいいよと思って、次やった時は機材を揃えたらしいんですよ。その環境を整えたって負けたんで、もう何も言わせないですよ。だってあの人プラマタ完璧じゃん。はい、ラグが1ぐらいでもあったんだよ。いやいや、そうだよ、1ぐらい以上あったら厳しいじゃん。はい、価格早いし投げも抜けられるしね。あちら、モニター前の方にトーナメント表を貼り出してありますので、ご自身の順番をご説明ください。昨日はだから、しょちゃんがオンプラスやったらしいですよ。それでどうなったかわかんない、聞いてない。コウスケは偽物がいるんだろう。いるって言ってた。わざわざコウスケを語らなくてもいい。そうなんだよ、なんなんだろうね。若干減らないか。さあ、チンカウンタリットは技術を拾って、どこまで、ああ、呼んでいた。あれってさ、ラースのガーフって何も入ってないよ。何も入ってない。なんか左にずれてたバウンドいけるんだ。あれはあれだ、ミシマスキー、昨日ミシマスキーさんがどれだけメールを送ったの。ほら、なんかそうやって知り合いだぞ俺みたいな詐欺をやってるやつがいるらしい。コウスケってことですね。うん、あ、まあ、てかコウスケだよ。コウ小さい。さあ、投げを抜けられてさ、途端にヒマジンが苦しくなった。すいません、あたると1、2、3、落としている。
ノイさんとオンプラと対戦ってあんの？いや、結構出てるらしいですよ。ショちゃんがなんかめちゃくちゃ見てるらしい、その動画を。あのミゲルとかで、高台に検索すると、お前が出てくるから、あ、そうなんだ。ダンスとかだと自作出てきちゃうから、ノブとオンプラの動画見た方がいいよ、すげえ面白いから。結構なんか、悲惨じゃない、うん、やってることが。擦り合いだね。そうそうそう。擦り合い、裏切り合い。リアルでやったら東西二条二条はやる可能性ない、今んとこないですね。ないね。でもね、やりたくない。いつかなんかマスターカップが次やった時とかの予想でやるかもしれないですね。人強いのになぜかオダンっていう人がいるの意味がわからん。それはね、意味があるんですよ、そいつらには。クソ強いって思ってるけど、うん、なんか強く見せる人って結構多くない？あ、ここが全然できてないんだなみたいな。そう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 。あなたが見つけられないだけです。出番でお願いします。ハルスケさん、モグタン、あいた誰だ？ミユさんはアモンさんとじゃんけんお願いします。あ、ごめんなさい。こちらの方。イエスさん、待って。ノビさん、サイン。はい。もちろんですよ。クソ強いのはなぜか。箱で安くなってたから。お、買ってみた。だからね、まずはね、コンボ練習から始めましょう。今日はね、また終わった後はね、配信終わった後は、いつもまたゆうさん vs 古川さんの鉄拳温泉をやっていきたいと思いますね。120勝120敗のあの2人をもう一回やっていきたいと思います。のびさん、飛行機代ください。飛行機代、いや俺がください。むしろ立ち回りとかも一切わからないけど、コンボカー、もちろんコンボカーです。大戦でまず相手の弱点、癖とかをね、見抜くのが一番いいんですよ。急戦強で、いやまあなんかね、バクシーにはさ、俺が教えてる立場であって、なんかそのね、バクシーはだからまず俺には勝てないみたいな感じでやんないみたいなこと言ってるらしいんですけど、俺ね、もうぶっちゃけの話、みんなってやりたいんですけどね、えやってほしいよ本当に。だからね、大阪行った時はとりあえずがっつりやりますよ。優勝目指して、本当に最近ね、鉄拳がやってくんないんで、結構それが悩みなんですよ。マスキーって最近でよく、そうそう、あれ偽物らしいですよ。終わらない時は間違いない。決着、今回は引くと思う。春の匂い感じる。いやいや、めちゃくちゃいいだろう。あのさ、去年と今年めちゃくちゃ寒かったよ。もうゴムでいい、まあ間違いないんですけどね。昨日関西放送でも、ああ、はい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 、そうなんですよ。横移動どっちがいいとか、ね、横移動とかは確か誰かがね、あのブログで書いてくれてたはずだから、そっちを見てください。はい、ぶっちゃけ男子ね、俺はもう誰でもいいから大戦がしたい。青とかもやってくれない、やってほしいもん。さらにこちらランキングバトルの方も優勝目指してちょっと強いところ見せちゃうのかなと、普段続けて言ってるけど今月も行きたいと。あのブログを気に、あ、そう、あのさ、だったらさ、あのブログをさ、ここに載せてあげてもらってもいいですか？すいません、もしできたら、見てない方もいるのでね、あのブログをここに載せていただけると助かります。飢えてるってかね、もう結構やばいよ、ほんとにやってもらいてえわ。今でも PS 鉄拳6人口、鉄拳6はいないんじゃないですか。もうユウさんやってから、ユウさんとだから古川さんが王戦やって上がった方とやります。ただこの間も決着がつかなかったからそういう感じなんですよ。そうそうそう、まあそうです。インストラクターであるから自分から誘うっていうのもダメなんだよ。他の人がさ、やりましょうって言われた時にやるのが一番いいんですけどね、そこはちょっと難しいんですけどね。はい、ジンパチの近距離開いた、もちろん本当、それもしゃがみから、あのジンパチはさ、しゃがみから出る技が全て左に弱いんですよ。
ぶっちゃけしゃがみからは左安定で近距離は右でも左でもほぼ変わらないんで一応左っていう風に言ってるんですけど、ノブさん本物見しますけど、いや俺コウスケとだって15から仲いいよ。今度こそ言うともうね、でもね、やってくれるといいんだけどね。ちゃんとマンバさんいらっしゃいますか。日々フルーツが、いやまあまあまあ、味あるよ、あの人は。職人にはね、一部にはファンがいるらしいんでね、古川さんには。お待ちください。もう一つ、シャナちゃん、シャナちゃん。ハグンが怖いね、ハグン怖いね、確かに。でも、そういう時に使う技が、第3の、何、上級者なんですけど、横移動ガードですね。もう大丈夫。120、120らしいですよ。配信機材募金は調子だ。あのね、ぶっちゃけだなし、マジでその募金やりたい。いや、あの、ね、家で配信してんだけどさ、高いんだよ、パソコン。個人戦の20名なんかですかね、時間はたっぷりありますので、遅れた場合は少しね、待てるまず、ね、ちょっとだけやったことあります。こんにちは、見に来ました。はい。1位、青が不在、2位、同率のラティンが負けたので、大戦戦争1回目だろ、そんなやってるっけ。この前4日目だったもうさ、本当ね、これでさ、決まんなかったらさ、もう二度とやったりとかにしないいや、もう決まるよ。決まるよね。で、毎回毎回、ぶっちゃけ言うと、俺はいつも勝てる気がしてないんだよ、あいつには。あ、そうなの、なんで。いや、もう相当完璧な人間だと思う。認めてるから。あ、そうなんだ。見てると押してるのはユウさんで、後半から対策して古川さんが上々に上げて、もう一回その守護戦負けた後ユウさんが対策しての繰り返しっぽいんだよ。繰り返しだね。もともとこうなったのって昔、古川がここに来た時、はい、なんか魔人戦とか更新戦あたりで俺が全勝で落としたんだ。あ、そうなんだ。何もできずに、でその時に俺が煽って多分あいつがイラついてで、ラインが同じ頃になってちょっと、なるほど、でこういう流れになってた。多分古川さん、じゃあ俺にも相当燃えてるっぽい。あ、多分俺を取った後はお前にも矛先が向くだろう。まあまあまあね、それでいいと思います。でもね、多分俺これ負けてあいつが上がるとするじゃん、ね、俺が負けてあいつが上がるとするじゃん。そしたら多分俺が次上がった時に俺が逆にムカついてあいつとやろうっていう。あ、だから終わんないのね。いいか、終わんないんじゃないかな。なんかあのアフガニスタンとアメリカみたいなあいつと同棲するわ。朝日ダブルありがとうございます。そちらでね、見てください。何ブログ。あのさ、なんか横移動とかをさ、すげえ昔に全キャラ横移動まとめみたいなのをやったんだけど、それをブログで書いてくれた人がいるんだよ。誰誰。ああ、そうなんだ。うん、モグタンも書いてたよ。あ、ほんと。モグタンも書いてるわ。じゃあモグタンのね、アメブロでも見れば多分出ますよ。なんだなんだ、なんか新しい名前プレイなんでしょうか、それとも。あ、そう、ユーサンフルミズのペアプレイ、結構俺も見たいわ。なんか多分お互い一回もチェンジしないで終わる。ペンペイって、あれだぜ。あれ、マンボさん。タック投げが唯一ある。あ、そうなの。あ、ファル、知ってる、かっこいいやつ。超かっこいいやつだ。背中で変な回して蹴って出てくるやつだ。あれ、仲いいじゃんみたいな。仲そうだね。シャナちゃんが勝ち上がり、続いて、マンボさんとユキちゃん、そして、先ほど勝ちましたマスケスさんとガルさん。先ほど勝ったのはガラさんね。じゃあガラさんとマスケスさんで、あて、手前でじゃあお願いします。お、原野が今日も来てくれたけど、最近モチベ高いね。あ、今日もいいんだ。うん、どうする、ゆうさん、古川さんの対戦実況3時間ぐらいやってもらう。いや、いいよ。しっとりと見てる。俺この前さ、自分の古川との対戦をさ、タイムシフトで見たらさ、後半リスナーが AV 女優の話しかしてなくてさ、AV 女優の話しかしてなくて。誰だっけな。マジで鉄拳の話してねえんだ、俺と古川の対戦。いや違うんだよ、あの初めの1時間面白いんだけどさ、違うんだよ、どっちかがさ降格昇格出ても結局そっからまくるじゃん。もう信頼感があるんだよ。前回、
この5日間の中で、4日間の中で、2回メリットのある昇格高校合格出た、はい、どこ出たんだよ、はいはいはい、俺が昇格の高校合格、はい、で、でまくられた、そっから4連敗とかだっけ、4連敗して、1回勝って2連敗して、でまた俺1回勝ったぐらいだから、兄弟じゃ5分ぐらいまだ、もういいよ、ねえ、なんかさ、次さ昇格戦来たら2択だけで倒すとかにしてみればむしろもちろん長い試合の果ての昇格戦の心得は、はいはいはい、俺だって分かってるんだいつもと違うことやってクソみたいなことしようと思ったらそのクソみたいなことがことごとく通用してるんだあ、堅実にやろうじゃん、いつも通り。これ 1LP 一発のみヒットから UFO とかも意味わかんないことばっかやってたんだけど、その上を行かれた。でそこでそれってミスるとさ、今度リスクを背負うじゃん、連敗ムードになるじゃん、まさにそれわかるよ。やっぱりあれなんだね、あそこまでやったわ、 やったら、あ、もう最後まできっちり最後まできっちりだわ。うまいね、ステップインガードからおかわり。自分が苦手な戦い方をしてくれると、もちろんてかそんなやつしかいねえよ。むしろ一番あるのはさ、あの WCG 以来 JDCR のさ、俺に対する対策が異常なんだよあいつ。本当に一番嫌だわあれは。まあ、そういうのって天然でやってるんじゃなくて意識してやられてるかもしれないけど、それに気づけなかったら一方的に負けちゃう。そうだね。初めて見ました。アップの方はできるんですけどね。どうなんですかね。なんかさ、一番きついのってさ、ライトゥーを飛ばれた時、あのじゃあラースの奈落を飛ばれた時って完全に読み切ってる感ない。そうだね。あれが精神的に一番ダメージくんだけど。ラースの奈落なんてね、だって。飛びに行かなくていいもんね、うん、それを飛ばれたとなると、あのね、あえて心を折る鉄拳とかもありますよ、人によって。別にこれやんなくていいだろうみたいなとこをきっちり最大手を合わせてやるみたいなとかも、本当に精神状況がね、一番左右するゲームなんで、このゲーム。まま負けそうだな、ね、お破れている、危ないよ。あのさ、ユウさん降格出たときってどんな気持ち持ち方的には、絶対またまくれるんだろうなって思って。ああいいねいいねいいね、それだよね。やべえやべえとかじゃなくて、なんかさ、ここを乗り切らないとかとか思わない。いや俺なんかそっからまくって上がったらかっこいいなしか思ってないです。さあ愛知よりお越しのマスケさん、またあの1回戦負けと。あ、スペシャル使ったよ今。M スペシャル使った。今スペシャル使ったよ。あれ著作権あるんじゃないの？著作権あるよ。同時代レンタル。そうそう。使わせていただきましたって言わなきゃいけない。普通に100円だよ。お待たせいたしました。二毛作さん、二毛作さん。モノクマさん、あ、横にマンバがモグターに頭下げに、はい、ステージを選択使わせていただきます。そしてもう一つ、ニャソさんとニコさん、あと真ん中でどうぞ。ニャソさん、昨日ね、マタさんとブリさんたちがやってたらしいんだよ。見たんだけど、なんかあの停戦協定を結んで俺が逃げてるっていう風に、もうさ、いいんだよ別に逃げてても何を言われても。ちょっとじゃあやろうよ、誰でもいいから。あー、お腹じゃないの。あ、お腹、はい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 、そうなんだ。まあでもさあ、日本作さんは三重県ですよね。いいんじゃないかな。まあね、ゆうさん、古川さん上がったらね、本当にね、満を持してやらせてもらいますよ。俺か古川か伸びがまた、ジェイク、寮に挑むみたいな。はいはい。俺でも結構もう、プラスなんで、多分そのまま、うん。5.0 ぐらいですね。5.0 ぐらいから、あ、やはり見えてるんですね。5.0 ぐらいから、決まったと思いましたね。クマパンの人っていうイメージが ありますか。しかも盛り上がってますよ。俺もやべえか、逃げるか、うまっしか思わない。今ね、30ぐらいいますよ。
スガモは神田も相当います。今回でも今日全員バランスいいかもしれないですね。下から上まで全部揃ってますよ今日は。キュウさんにノビが負けるとか見たいな。そうだね、俺も見たいな。いやいや、本当にユウさんとやるときはね、マジで、あの、身をさ、挺して大会でも、どんなことあっても、のじ合いの気持ちでやるのが大事だわ。なんか、あのクマ、ジャック、どっから見たことある？昔、BR ぐらいの鬼神ぐらいだったクマ、わかんないですけど、遠征者ですね、昨日もいました。ノビとユウさんがこいつ嫌だなっていうプレイヤーはどういうことなの？嫌だなと思うのは、俺はもう古川とやるとき精神ゲージ本当削られるから嫌だな、やりたくねえなと思うんだけど、会うとちょっとやりたいなと思ったんだよね。いいことじゃん。横浜はもうパトピシーしか生きてない。あ、量は沖縄済みじゃないよ。それいいところ、いいところ設定。いや、あれやばい。俺北海道じゃねえか。じゃあ松本さんはかなりジャックのやりづらそうですかね。さあ、おっかい先日、去年ですかね、ちょっと前に行われました。さあ、大阪の時にも参加されていましたが、おっ、カウントはいかないんでしょうか。あっという間に終わった。よかった。あ、てかさ、このポカタップの筐体のさ、エイドリニャソっているじゃん。エイドリニャン君はさ、はい、ほら昔さ、緑弾超ドワンってやつ、お前の講習受けてから随分変わったよね。はい、あいつはね、この間シュラ初めて行きました、人生で。もうエイドリニャはね、ぶっちゃけた話、俺よりスガモに出勤してますよ。何を教えたの？いや、あいつにはもう最初なんか、まず使ってない技が多すぎたんですよ、強いは。例えばアスカだったら流射シーン、右アッパーとかを。で、今までなんか例えばジャブローからの横移動右パンみたいな、わかる？ああいう入れ込みでしか振ってなかったの。で、それを全部やめさせて、違う技使わせて、各半しっかりさせて、投げとか汚いこともっとしろって言ってから強くなった。あ、で、初めはエイドリアにめちゃくちゃ優しく教えてあげたの。で、最近分かったのが、あいつ優しくしてもダメだから、マジでスパルタにしてるんだよ。使ってない技で使った方がいいのを、あの技表で蛍光ペンにマーカー引いてあげてとか、そういうことに。とにかくそれで、あとあいつメモをめちゃくちゃ取らしてるから。メモ取ってんだ。めちゃくちゃ取ってる、携帯に今めちゃくちゃある。で、あいつがよく言う一番くだらないことが、俺アスカジュンやめてフェンメインにしようと思いますみたいなこと何回も言うんだよ。フェンを、あの400何十勝500何敗の43%ぐらいの画廊のフェンがいいんだけど、それをメインにしたいんですって言ったら、別にいいんだけど、お前もうくだらねえぞって、どうせ。それで最終的にこいつらやって、やっぱこいつらでしたみたいな感じのやつだから。よかったな、それを読み出し。ゆうさん、はるつけさんですね。ゆうさんだよ。そうそう、だからね、どんな方なのね、基本ね、その俺が言った課題さえやればみんな伸びます。それは間違いないです、絶対。皆さん、だからね、聞きに来て、1回だけじゃね、そんな全部伝わらないんでね、何度も来てもらえたらね、徐々に強くなります。今後ね、4月からはちょっとフリープレイの講習内容をいろいろ変えてみたりとか、その来てくれた方にカルテみたいなのも作ろうと思ってるんで、それは今まだ調整段階なんですけど、やっていきたいと思います。そしたらさ、次来た時はどこどこがどうダメだったとかわかるじゃん。オンライン講習しましょう。わかりました。それもね、近々ちょいちょいですけどやってきますね。いいでしょ。したら今回は教えた課題がこれで、どんぐらいのレベルでとかを書いといて、次来た時にそれができてたできてないみたいな感じで何個も更新できるんで、ね、お願いします。任せてください。それは枯れてってやばいです、まるで。いやいや、そういう意味じゃなくてだよ。でも、あ、いいことだと思うんですけど、俺の中でも、自分でも。あのね、絶対伸びるはず。その俺が言ってくれた課題さえ全部やれば、どんなことあっても伸びる。それは
マジで講習行きたいね。だからぜひね、1回でいいから受けてください、皆さん、本当、お待ちしてます。でも、巣鴨の雰囲気苦手、のみさんに、いやー、ちょっとね、じゃあ、例えばだけどさ、巣鴨に来る前に、ツイッターで俺にさ、あのどこどこにいる、じゃあ例えばどこどこにいるパーマのメガネです、よかったら話しかけてくださいみたいなこと言ったら自分から話しかけられるんで、そんな感じでね、行きましょうよ。他の格ゲーでもそんなまあまあまあ、インストラクターっていうのがまず初めてなんでね、2段の初心者、俺が教えた中ではこれから鉄拳を始めていくっていう方とか初段とかかなりいます。だからね、どんな段位でも関係ないです。このゲームで今講習もう40から45やってますけど、その中の半分は獣団以下です。他の格ゲーでもそんなね、のみの講習受けた人がここまでできてるのに惜しいって方は、ここまでできてるのにっていうか、とんでもない成長を遂げた人はいますね。オンラインで師範ぐらいだった人がアーケードやり始めますって言って、もう7回か8回講習受けてるんですけど、もうその人が今烈拳ぐらいになってるんで、すげえなと思って、これはマジですげえっていう人ですね。それは友達が獣行ってて強さ変わらない、じゃあなんかね、なんかがあるんですよ、そういう人には。近場の人ならいいけど遠征者には適合そうだよね。まだがね、ちょいちょい考えてくんで、少しだけね、待っててください、それは。でも予約待ちなんでしょ。いや、予約なんか別に、その場でも、足りてたらもちろん大丈夫ですけど、予約は基本ね、巣鴨に電話していただければ、いついつがとかもう全部決まってるんで、そんなに予約は来てません、最近は。だから大丈夫です。ちょくちょくは予約入ってるんですけど、その場が多いんですよ。だからその場の人たちには教えられないケースとかあって、1日でそう5人とか来ちゃった場合は申し訳ないんで、予約をしていただくと一番助かります。明けかそっていて身内読みされた方より全然大丈夫かな。ってことは身内読みをされてるってことは自分にいっぱい癖があるってことですね。なんかのみさんの身内がいっぱいで苦手、まあでもね、なるほど。じゃあね、あの何ですか、平日乗ってたわ。おお、え？日経にナムコ巣鴨店が乗ってた。あ、乗ってたらしいね。あ、そうなんだ。画像もどっかに上がってたよ。一つのゲームで力を入れてね、なんか成功してるみたいな。あ、すごいね。すごいすごい、それは。とりあえず3日間は巣鴨行くんで、それ以降の講習案よろしく。え？はい。わかりました。鬼数字でもいいですけどね。平八であんな壁に追い詰められた時の絶望感どうすればいい。マジで本当に少しずつ左横ガードしていくしかない。ホーミングが刺さらないぐらいの。そうそうそう。ショートアッパー食らった後も、あ、じゃあガードした後も1センチ左横、ね、そうそう、したらいつか抜け出せるから。一番絶望なのがショートアッパーガードされた後、相手も一緒に1センチ横移動してくると終わらないんだよ。うわーみたいな。そうそうそう。オンライン講習ってありますか。ですね、それちょいちょいね、考えてこうとは思ってるんですけど、いろいろあるのでね、まあ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 実装ができるとしたら、ちょくちょくそれは告知してはいけます。ちょっと対戦してくれ、行ってください。できればね、巣鴨にも足を運んでください。待ってます。まだ拳行ったことないので、教えてもらえれば伸びますからね。もちろんですよ。ただそれもでも人それぞれなんで、伸びるか伸びないか。ただ伸びるような材料は絶対教えられるんで、そこは任せてください。講習は平日の方が受けやすい、もちろんです。水金が一番いい。水金日は大丈夫だと思います。あ、金日は基本絶対大丈夫。個人戦なので、少しいつもより進行が早いですね。ラウンド1。愛知県に来て、じゃあください。呼んでください。もう簡単なことなんですよ。ください。マスターカップベスト4ですか。今度は巣鴨行った。分かりました。あの、ね、本当に話しかけてください。お願いします。マスケさん今日来てます。ラウムさんも来てるの見た。えラウムさん今日来てる。いるの、うん、
水曜日行ったけど1人じゃいづらかった。だからね、俺に話しかけてくれたら2人なんじゃねえかよ。いいこと言ったね。本当だよ、2人でやろうよ。お母さんからメッセージ来たよ。やっぱ寂しいんだな。地味に面白くないやっぱ一人暮らししてね、彼女と同棲しちゃったら寂しいよ。見てねえ見てるよ、はい、どのキャラでも大丈夫。もちろんです、大丈夫ですよ。どうやったら地方に呼べるんですか。あのね、ほんとちょっと汚い話になるかもしれないんですけど、はい、旅費と宿泊費を出してください。そしたら行きます。で、やってもらいたいことは基本できる限り全部やるし、自分たちでも企画してね、なんかやってることは持ってるんでね、お願いします。いつか金土日行くんで、ゴーパンダマ、わかった、うちいいよ来て。ロビさん怖いって、それ3年前ぐらいじゃないの。ロビさん怖い、はい、パンダマン金土日に行くんで交通よろしく。あだー、あ、ブリさん電話しました。あの後23大阪行くって言ったらみんなまた来てくれるらしいんで、で大阪の人からやっぱ西君は誰だっていう感じらしいですよ。まあ西君はそれをね、お前そうそうそう、それで西君がね有名になったらいいからね。30歳のおっさんね、もちろんですが40歳30歳結構いますよ。旅費の次、地方の杉並区に住んでるんだけど、旅費と交通費で出してくれます。旅費と交通費ってさ、はい、ほぼ一緒だね、はい、1000円ぐらいもらえる。間違いない。自宅でも OK、 あの、ね、状況によりけり、自宅でも OK は。Pちゃん見たらのびが全然怖くないあのね、俺が怖くなくなる方法はね、ピーちゃんとトラちゃんとキッド見ればいいと思う。まあ、あの人たち話せばすげえ優しいけど、はいはいはい、パッと見怖いもん。パッと見超怖いよ何人かでカンパすればのびさんもちろんですがね、そこにはね漏れなくユウさんもね一緒にやりたいんで、俺とユウさんで、で俺とユウさんを呼ぶと特典で無料でバンドさんが来るのでそうだね、無料で、そう坂東さんが無料でついてくる。で、実況とかすべて坂東さんがやってくれるので岩手それいい、人が少なくても田舎、もちろんそんな関係ありませんよ。むしろね、呼ぶ努力はうちらがやりますよ。ニャンソさんですね、誰と、お前の弟子とだよ。こちらこちら、ドリニャンそうだよ。またやんのドリニャンと、ドリニャン最近強いからな、頑張れよドリニャン。鉄拳なんてパッと見怖い人多い、確かに多いけど、パッと見怖い人ってよくあるあるで、めちゃくちゃ優しい人なんだよ、基本が。トラちゃんとは話せるけど、嘘だ嘘頼むよ、番長に何割か負担してもらえねえよ、それはちげえだろ。初回特典はヒノピー、あ、そう、特典はね、ヒノピーももしかすると漏れなくついてくる。京都来てください。はい、もちろんね、どんな県でも行きたいんですけどさ、お願いします。番長はニコ生して、いや来るよ番長は、てかむしろ機材をね持ってくまであるよ。東京ヒップホップ愛好会、え、ヒップホップ愛好会の皆さんのおかげでマスターカップの優勝予想ありがたいです。よかったっすね、ありがとうございます。俺3連覇なんでね、俺もよかったっす。誰かと話してないときは基本無表情だから余計にこう、あーなるほどね、そうだね、一回話しかけてください。いつも俺こんな感じで待ってるからね、お願い、本当に来てくださいよ。パキスタンは行けません、何回も聞かれてると思いますが、ゼロスラッシュの腰は、とにかく前を最速で出す、それもうとんでもないスピンの狙った、ね、ニュートラルとかいらない、前をもうとりあえず最速で出すコツはそれしかないんですよ。社交性がある、でもね、この仕事を始めてからですね、そういう風になったのは、みんなでもね、案外ね、話しかけるとみんないい人だし、おもろいからね、喋りたいんですよ、もっと。だから、何、怖いとかさ、変なおまけだけでさ、喋りかけてもらえなくなるのが嫌なんで、お願いします。一人の時笑ってた、確かに。大地へ長野に来るときもうさ、母やめろって、
まったりさんひげ間違いないです。アモルさん本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。ね、本当いつもだよアモルさんありがとう。頑張るからね。インドくらいまではこれですがね、海外は怖えよ。俺は台湾からね、海外ちょっと怖くなったよ。初めの人の方が話しづらい俺。あーはいはいはい、66に言ったら6でも出ますよ。ただ最速で出すんだったら最速は666ですね。ついにこいつ、逆にこいつには話しかけない方がいいってプレイヤーは鉄拳界はいません。正直俺は見たことないっすね、そういう方は。うかつに話、ちょっと待って、誰がうかつに話しかけるとって、誰、俺パッと見怖いなって人は大体、そうそうそう、純粋にのびさんともちろんいいですよ、そういう方はいいんですけど、ただ土曜日とか人が多い時に忙しいとあんまお相手ができないかもしれないんで、できればそういう場合は金曜とか日曜に来てもらえるとね、助かります。したらね、ゆっくり話し合いましょうよ。6入力の優しいタッチだった、そうそうそう、確かに。お腹大丈夫、もう大丈夫。誰が一番優しい、話しかけんな的な感じで一番優しいのは多分ユウさんトラちゃんだと思うけど、俺は。日本橋誰と行きますか。俺番長ユウさん、あ、じゃあ俺番長西くん日野さんで23日日本橋行きます。見えてる人って話しかけてもダメです。ツイッターなんで別だか、iPhone5 に変えまして、あの残念な出来事なんですけど、マンバさんは負けました、はい、怒ってしまいましたね。そうなんです、あの残念、そう iPhone5 に変えてね、パスワードが分かんなくなってしまって、アドレスも変更してしまってね、いろいろあってもうダメなんですよ。あ、ゆうさん、そうだ、これゆうさんと日本作決勝戦やりましょうかね、はい、すいません、ツイッターはね、のび大地です。大地のびが反対になった方なんで、皆さんフォローお願いします。これツイッターの ID です、お願いします。喫茶店で2人でソフトクリーム食べながら、まあまあまあ、え、全然いいですよ、それも別にゲーセンじゃなくてフリープレイ講習で、例えばじゃあ1時間時間を取ってもらえるのであれば、別にその上にルノワールっていうところもあるんで、そこでね、コーヒーでも飲みながら鉄拳講習みたいなの全然ありですよ。要は1時間フリーなんで、それでフリープレイをやるのもよしだしっていう感じなんで、チームメイト、二毛作、逆にこういう時は話しかけないで、全然そういうのはないと思う。ただフリープレイ講習をしている時はその人のための1時間なんで、そういう時に話しかけられるのはちょっとマイクも通っちゃってるので声が入っちゃうので、できればその時は遠慮してもらいたいですね。オンラインないじゃ、ありがとうございます、負けてしまったんでね。デブさん、え、デブザフィーでやってるけど、ちょっとやってきて、どういうこと？じゃあ俺は、じゃあそういう感じじゃねえよ、観覧車とかじゃなくて、全然何、その1時間で別に、なんて言うんだろうな、鉄拳だけじゃないことを話したりとか、別に上で鉄拳の話とかしたりとか、そういうのは主に構わない。伸びた防波堤、ああ、やりたいね、面白そう、それは確かに。1時間ディズニーショー、お前遠いわ、スガムから。あ、愛抜けてる、すいません。ランクマは無料、ランクマ、ランクマってどういうことですか。2時間とか延長で、ね、1人1時間までなんですよ、すいません、そこは。のびさん独占権は延長できないですか。1時間だけ、まあでも次の人がまた1日過ぎればまた1時間で大丈夫なんで、申し訳ないです。そこはゲーセンに行って友達じゃなかったら一番話しかけない見た目って間違いねえが、そういう人いるかもしれないですね。愛が抜けない豊島園でとやめましょう。オンプラとのランクも入った、まあまあ近々やっていきたいと思いますけど、講習は何を教えてほしいか決めてから言った方が、まあまあそれがいいんですけど、とりあえず強くなりたいとか、ちっちゃいことでもいいし、いや、一番初めに聞くことはどういう感じで今回の1時間を使ってきますかっていうのを初めやってますね。例えば
今回はどこどこを伸ばしてもらいたい、誰々の対策をしたい、こういうあとこういう場面で何をしたらいいのか、コンボをもうちょっと何デスコンを探してもらいたいとか、そういう感じの自分で聞くのもいいし、それが何もないんだったら自分がここをどう直しておけば強くなれるみたいな感じで出していく、そこは大丈夫ですよ。ユウさん優勝っぽいね今回。優勝に王手をかけています。オンプラトランクもないですね。風神なんで下は結構いないね、その時は。あ、対戦リプレイで今見れますよ。講習って無理。いや、講習全然大丈夫ですよ。そう、見えるの。あ、そうです。前回ね、キシンぐらいまで行った形でした。今もそうだが、プレイ動画見るときの見方が、例えばなんですよ、それはキャラクターを知らないからなんですよ。難しいんですよね。報酬は、普通に対戦とかするのは全然無料なんですけど、1時間フリープレイ講習だと1500円今かかります。でプラス DVD 特典の音声入りなんで、それを見ながらね復習もできるっていう機能をやってます。前にオンラインでよくも俺すいません、それ誰ですか、申し訳ない。あれは10しかないでしょうかね。でコント入らない。オンプラとのリプレイは、オンプラは、確かミゲルでね調べれば出ると思いますよ。ミゲルの対戦のやつとかで。家庭用オンラインマジでやめないでください。いや、まあまあ全然やってきますよ。最近になって、いや、なんかこっちの台が上がりすぎてさ、あんまやれる人がいないから、オンラインが今友達なんですよ。 CPU と戦っても何もやらないよりは成長、あ、もちろんあります。コンボを例えばどんな場面でも、そうそうそう、どんなコンボを練習するだとか、例えば他の敵のキャラクターの中段上段をしゃがんでみるとか、そういうこともできる。フリープレイでクレジットは、フリープレイの時はお金かかりません。フリープレイなんでお金はいらないんですけど、1時間1500円っていうだけです。それはオンプラニーナ使ってますよ。あれユウさん嘘でしょ。嬉しい状況。危ねえ今の。逆によく反応しなかったですね。あれすごい。さあこれ。ふう。リモート決め。さあこれ決めて。さあ総合大会優勝はリモートとなりました。おめでとうございます。はい、じゃあ俺はね次回の組手は二毛作さんと一緒に行くと思います。ノブさん今日は、いや、ユウさんと大丈夫、古川さんがやるっぽいです。はい、俺は組手逃げ作さんと行きますよ。二毛作さんと、はい、行ってらっしゃい。本日、総合大会優勝は二毛作さんとなりました。ガードが上手くなること、もちろんね、どんな講習でもいいから、とりあえず来いって素顔も絶対うまくしてやるから。素顔のイベント予定は13日ですね。13日のこちらランキングバトル、水曜日夜8時からとなっております。優勝者は遠征者ということなので、ない、あれだね、放送やめてだね。そうですね、またね、ゆうさんと古川さんもしやるってなったら放送また始めていきたいと思います。お待ちください。だから皆様、やるときはね、俺がツイッターで書くんで、そこでも見れ、え、書かなそうだな、お前。何が書かなそうだね。何でそういうこと言うの。そう、やるってなったらそうなるんで。他に団員戦ないのかな、高めの団員戦。だやりたい、俺やるよ、久しぶりに。そうじゃなくてさ、魔人とかさ、剣王とかのさ、ないよ。